いどうもー、はい、楽しい仕事の時間ですよ。はい、です。いやいやいや、ちょっと、あ、いいです、今日はですね、いや、ごめんなさい、ガッチャンコうるさい、ごめんなさいね。いやいやいや、楽しみでございます、ありがとうございます。こちらとこちら、こちらとこちらで、何ですか、何ですか、ちょっと待ってください、今から説明します。食べながら説明し、あ、食べながらじゃない、説明します。いや、じゃあ開けます。明治座のね、ザ鮭のり弁で、うわ、やったぜおい、好きだぜ、好きだぜおい、こんな綺麗にね、こんな綺麗になってます。明治座でございます。うわ素敵、まああら、まあ素敵、僕の運び方があれだったからこんな風になってはいるけど、箸つまようじ、こうやっておしぼりまでしっかりとやっております、ありがとうございます。これはね、ちょっと戻しましょうね、こうです。うわー、かわいい、あら、かわいい、これこうなってたんでしょうね、最初ね、こ、きやー素敵、これが明治座ですよ、皆さん、これが明治座でございます、ありがとうございます。ここに茶碗蒸しまで、茶碗蒸しまであるんですから、これかわいいわ、はぁ、あ、マジで、はぁ、面白い、好き、もうこういうのが好き、こういうのが好きです、僕はもうこういうのが好きなんです、ありがとうございます。いや幸せ、ね、ティッシュどこ行ったか分かんなくなった、こっちだ、こっちです、でも、ね、こういうことが、いただきます。千抜き、千抜きはどこ行ったのかい、おーい千抜き、おーい千抜き、もう、あったあった、いたいた、浅草天聖エクスはニューコードで販売しております。漆黒、小江戸ビルの漆黒です。1日3本限定でやらせていただいております。さあ、いきますよ、はい、乾杯乾杯乾杯です。おいしい、おいしい、あー、おいしい、黒ビール、おいしい、漆黒独特なんだもの、独特なんですよ、本当に、こうです、真っ黒、けっけ、真っ黒、けっけ、けっけっけ、真っ黒、けっけっけのけです。おいしい、言っとくけどまだ飲んでないですから、いや、まだ飲んでないというか、今これが一杯目ですから、ごめんなさいね、鼻ずうずして、本当ごめんなさい、ミスター鼻炎なんですよ。蓋から可愛いもんな、ね、あれ出ました、いただきます。あ、ペコさんからいただいたものです。ペコさん、とうとう話ありがとうございます。今日も大ハッスル、大ハッスルじゃない、大活躍、ハッスルしたのは僕の方です。あの、大活躍でですね、本当にもう、まあ今日は朝からノンストップでも焼きっぱなしでですね、焼きっぱなしでどうでもないけど、芝居行く時間があったら、まあ本当にありがとうございました。ペコさん大活躍でした。大活躍で休憩に行っている間に買ってきてございました。ありがとうございます。いただきます。ちくわが好きなの、私は。ちくわ好きなんです。これは。ね。なんだろうこれ、これなんでしょうか、わかりません、あ、おいしい、ちくわ、やべ、食べてもわからんで、やべえぞこれ、なんだこれ、最初じゃがいもかと思ったけど、そうじゃないの？うん。あー、おいしい。あー、おいしい。あー、こういうのが好き。こういうの好き。うん、あー、おいしい。あー、おいしい。
ああ嬉しい。ああ嬉しい。うん。いい鮭だね。いい鮭。卵、卵食べると元気出るからね。やっぱきつかないもんな、最近の高級弁当は。きつかないね。うん、みんな美味しい。きんぴら、きんぴらも全部じゃん。今日朝から本当良かったですよ。良かったですよ。日本語間違ってるか。もうそういうのも分からんな。とにかく良かった。お客さんたくさん来てくださいました。うん、大根だ。うん、大根最高だ。初めていらしてくださったお客様、軍団みんなで T シャツ買ってくださったり、本当に尊い話だな。ああいう余裕のある大人たち、かっこいいよな。僕にはできないもんな。本当によ、本当にできない。100円200円考えて。うん、おいしい。皮はおいしい。僕魚の皮大好き。本当に。どっちがいいかしら。あ、おいしい。してんのも、うん、今はね、うん、今はまだこっからです。こすってこすって磨いて磨いて、強くて硬い玉にするんだぞ。ピカピカに、ピッカピッカのピッカピカにね、光った玉にするんだぞ。それが黒光りでもいいじゃないか、金ピカでもいいじゃないか、どっちでもいい。とにかく強くて硬くて重くて、ピッカピカに光った。そういう玉にね。してやるんだぞ。ものっていうのは見る角度によってさまざま形が違うわけです。見え方が。でも玉は玉はですよ。これ玉じゃないけど、どっから見ても同じ形だと。すげえっす。角度から見ることを覚えようと、考えようと、そういうふうにしてますけど、なるべくね。でも玉になってしまえばもう突き抜けてますから、いろんなこと突き抜けて玉ですから。そしたらもう玉はどっから見ても玉です。玉はどっから見ても玉。え、玉ってそういう意味。あのバンドの、おい、ちょっと待って、すげえな。油断してたぜ、それこそ油断してたぜ。玉ってそういう意味かい。玉じゃなくてあれ玉なのか、もしかして。
あれ、玉かと思ってたけど、玉か、玉。正しい発音考えたことなかった。あのバンドのタマさんは、タマさん、ずっとタマかと思ってたけど、タマかもしれないです。ちっきしゅ、浅はかだったぜ。まだまだクソガキだな、本当に。汗えんだよな、ペラペラなんですよ。いや、本当にとってなし、おいしいです。ペコさん、おいしいです。あなたす、おかげでね、そういうことですよ。そういうのを巡り巡っていろんなの思いついたり考えついたり教えていただいてありがとうございますと。今日もいろいろ教えていただきました。こうしたらこれこうだと、あとは対応、皆さんそうです。皆さんってそう、僕がお願いしてる人たち、あ、この人やべえなって思った人たちばっかお願いしてますから、学びです。茶碗蒸しです。茶碗蒸しです。いただきます。これ茶碗蒸しだよね。お前ナスだからね。おい、あ、おいしい。あ、うん、これ茶碗蒸しか、これ、うん、すげえな、おいしいぞ。これ茶碗蒸しか、これやべえ、ナスすげえ、ナスの味が止まんないです。口の中でナスの味が止まりません。あ、茶碗蒸しです。確かに茶碗蒸し、まだナスの味が、コーンが、トウモロコシ、あー、トウモロコシ、うん、うん、ズッキーニ、ズッキーニですね。いや、世界だな。おいしい。あー、もう久しぶりに食べた茶碗蒸し。病気です。パパ、目が言ってたの当たってますね。パパ、僕のあんまのあんまです。母の母、僕が生まれた時にあんまに行ったそうです。僕の母に、ない名前言ってね、ありがとう。その回、この子供はね、とっても変わった子供だから、育て方間違うんだよと何遍も話してますけどね。この子はね、変わった子だから、育て方だけは間違うなよと、アンマーにね、このばあちゃんが僕の母ちゃんに言ったそうです。何を言ってるか分からなかったと、当時のうちの母は28、まだまだ子供ですから何を言ってるか分からなかったと。で、僕が成人した時に、成人式でね、高校卒業してみんな毎年帰るんですよ、夏冬と。鳥が来た、うわうわ、鳥、ナイス鳥。高校卒業して皆さん就職しても進学しても夏休み、なんとか休みで年に2回3回帰るんですけど、僕は成人式まで帰れなかったんですよ、卒業してから。それまで帰らんと、ふるさとの土をね踏むわけにはいかんのだ。大和の地なんまいんのやと、大和の人間に負けるなよと言われて、おうと、あたいめい出ると言って出てきたわけですから、そんな簡単には帰れない。しかもお金もないですし、仕送りでどうのこうのって暮らしてたわけじゃないから。本当に何の話これ。そうでしたから、本当に何の話、もう分からなくなった、酔っ払ってるわ、完全に酔っ払いました。本当に何の話でした。
島の話。もうやばいわ。もう本当にやばいわ。茶碗蒸し。鳥。これ何の話かわからん。思い出せないわ。エビちゃん2つ。カニちゃんこれ。ちゃんだ、うん、ちょっと待って、本当に気持ち悪い、本当に気持ち悪い、ないよ、ヤマトンちゃん、うまいんだ、うん、あー、おいしい、あー、おいしい、うん、してほしい。待てって、待ってって、本当に思い出さないと気持ち悪いよ。ヤマトンちゃんの前の島に、うん、帰れなかった。あ、パーバー、パーバーが、パーバーってのばあちゃんが、この子は変わった子だから、育て方を、よかった思い出した、育て方は間違うんじゃないよって、あんまり痛そうです、母に、当時28歳の母にですよ、意味わからんかった。でもその僕が成人式の時に島に帰った時に、あんまが僕に言いました、そういうふうに言われたよ、当時28歳の私はその意味が分からなかった。でも今私は思うと、我は思うですよ、あんまはね、私は育て方を間違ったかもしれないです。最高ですよ、最高です。最高です。2年ぶりに帰ったんです、鹿島に、成人式の2年ぶりに母に会って、2年ぶりか、あれ一回来たかと思った、久しぶりに会って、成人式でめでたく島に帰って、その時母が僕にパパにそう言われたけど、私は育て方を間違った、あいつ、おいって言いました。これ本当の話ね。いいよとね、そうかもしれんし、そう思っても仕方がない、今の状態はそうだった。だがしかしですよ、今ここで言ってくれるなと思ってるだけで止めてくれと、したな、時間はかかりますが、結局何も成長してないな、あの頃も今も言ってることは同じですから、根本は、根本部分は成長してない、鍾乳洞と一緒です。そういうふうに言いたい。実際には成長してるんだと。でもあまりにもちっちゃい、ちょっとずつだから気づけないだけだと。そういうふうに言いたい。だから言ってることが変わらないっていうのは、
必ずやると。やるぞと、そういう気持ちで生きてるよって。でもあっちゃあさき、明日あさってするっていうわけにいかないから、頼むか、心身ともに健康で、心身ともに長生きして、おくんなましと、おくんなましとは言ってないか、そういう話をしました。したもんです。若い時っつうのは調子に乗るもんですから、僕もそう漏れなくて言いますか、ありがとうございます、ありがとうございます、しっかり調子に乗ってました。勘違いしてましたね。ありがとうございます。ナイス。ナイスナイスナイス。うん、ナイスです。あんまりね。よくやったと。よくやってくれた。一番でっかい仕事はもうあんた終わってるけれどもと。木島春樹を。世に生み出したぞと、世の中にちゃんと木島春樹を生み出したぞと、大きな仕事をやってのけたという話をしました。ありがとうとあとは僕の仕事だと、二十歳の時の もうそれだけであなたは生まれてきた意味があると、産んで育てて高校卒業まで、それでもうやった、十分やったと、あとは僕の仕事だと今話を、あ、もう電池がない、うん、もう電池があります。電池がいつ切れるか分からないから先にペコさん、明治さんめっちゃおいしい、これありがとうございます。これも明治だかな、わかんない、冷製茶碗蒸し夏野菜のこれ本当美味しかったな、どう明治だ、明治だ、以上です。追いつけれるか分かんないから先にお礼から言うということです。そういう話を、精神と精神収入したもんですけど、まあまだ何もできてねえな、うん、なかなかですね。
やるしかないですから。お願いします。やるか、もっとやるか。あ、おいしい。やるか逃げるかじゃないんだもん。やるな決まってんだ。やるかもっとやるかだ。これこそも子供の頃生きております。子供の頃から。二重なのこんな。エスワタリさん。え？返信来てないな。そういえば送ったけど。